合談賞は平安時代の説話集。合談二次の編をとって水琴賞と,とも言う。漢詩文、くじ、音楽など多方面にわたる談話の記録である。卒中納言、大江正房の談話を紳士クランド藤原実ノが筆記したもの。長寿年間から過剰年間にかけて成立したと考えられる。現存本は、 雑産形態の古本形と類似形態の類似本形に対別される。談話形式を取り、連関性を書く古本形に対し、中世に改変、過失されたと思われる類似本の方では内容に沿って六部に分けている。正房は、五三条、白川、堀川三帝の持読を務め、四分に比りで、また、 夕食古日にも通じたな高き祭子であった。彼の博学を反映してか、合談賞はあまりに雑多な内容を持つ。そのうち、朝菊寺に関する古事や詩文にまつわる逸話が大半を占めるが、貴族社会の世相を伝える説話も多く、後者は、後世の説話文学へ影響を及ぼした。一方で、正房の直筆ではなく、 彼の話を実験が筆記したものであるため、伝文における間違いなどの可能性には注意すべきとの指摘もある。同書で有名になった御参上院と壺切きり御剣の逸話も、御参上院の聞き間違いだったのではないか、という説は明治時代から存在していた。新日本古典文学体系初集。ありがとうございます。